やあ、ちょっと無理。今回は信長の野望戦国立志伝で頑張っていきます。前回は、織田家滅亡後にお世話になっていた本願寺家が滅亡したところまで。というわけで浅井家にお世話になっています。浅井家も風前の灯火だと思うけど、次はもう少し大きい大名に仕えたいものです。もう滅亡後を語るとか、このまま毎回助が滅亡するプレイもいいかなと。それやってるうちにいつか処断されるかもね。そうなら内容うまく立ち回っていきたいところ。で、今後はどうしていくの？領地をいじってかなりの兵を集めたので、それで戦っていくつもりで。いきなり失敗してるし。表情を始めます。先月の収支です。飛ばしたけど大垣城攻略みたいだね。城攻めなど面倒なことは他人任せで。何にせよ、領地の兵が回復するまで何もできないしね。それもありますな。なので、友人をいっぱい作るべく遊びに出かけております。受け入れ側は鬱陶しいだろうけどね。を受けたまわります。あとは金と米が大量にあるので加工でも買っていこうかと。金と米が大量にある家臣って何なんだろ。没収機能がなくてよかった。ありがとうございました。家滅亡時に全部没収とかあっても良さそうだしね。これだけ貯めてると泣けてきますな。そういえば、今の浅井家はどんな感じなの？さあ、わかりませんな。しけのことなのに。拠点は二つだけ。滅亡間近。お谷城と鳴海城の二つだけですな。この状況で大垣城攻略って、せめて鎌葉城か長島城じゃない？誰もいないところを奪おうという魂胆でしょうな。どうせすぐ人来るけどね。兵が多少回復したので戦で経験値稼ぎといきますぞ。その兵を減らしすぎないようにね。何？黒人衆ですから弱いわずですぞ。行くぞ。うん、統率で負けてるね。黒人衆のくせにやるの。ちなみに武力でも負けてるよ。まだまだ伸び盛りなので。ほんと伸びてほしいけどね。数で押し切りましたぞ。倍以上の兵で押し込めば勝てるよね。また黒人衆か。強い相手は怖いので。まあ、兵も無尽蔵ではあるけど回復に時間かかるからね。できるだけ損害少なく勝ち、どんどん戦をしていく方針ですぞ。うまくいくほど強くないのが問題だね。引くぞ。黒人衆を撃破しましたぞ。あと何個あるのかな。他の人が残りを達成してくれたみたいだね。では、大垣城攻略作戦を実施しますぞ。攻略できるとは思えないけどね。あとは領地に帰って待つだけですな。来たけど勝てるかな。勝てぬと思えば勝てぬもの。負け続けてる人がいると重く感じるね。生きてるうちは負けておらぬ。下妻さんがいるね。これは勝てる。信玄さんの夜の友が相手だけど大丈夫かな。品場もろとも一人一殺で勝てるわず。相変わらずの玉砕戦法か。てか、任務達成のご褒美なのか。耐久がめちゃくちゃ減ってるし。外角は縄文が破られておりますな。こっちにお友がいるし。厳しいですが、我ら合唱を引っ付けておけば。縄文を破壊しました。下妻さんが突入したね。あなた方はもう終わりです。この戦、必ず勝つ。次は飯勝負を見せてくれよ。かかれ。なんで下に出てきたの。縄文を守る気はないという非常時では。無謀にも程があるね。お友だけになってけど。下妻殿はなぜ本殿を目指さぬのか。敵を見たら戦いたくなる将軍じゃない。問題を言ったぞ。お友を倒したということは大垣城攻略ですな。まさか勝てるとは。敵城門、このまま天守に突入ですぞ。下間さんは付き合ってくれてないし。いつか分かり合えるわず。大垣城攻略ですぞ。これで城が3つに増えたけど。安心してくだされ。鳴海城は陥落済みですぞ。もうかよ。まだ軍隊。
代じゃなく城主を目指したいからね。城代ではダメだということを勉強してみたからな。織田家滅ぼして勉強したんだよね。わしを城代にしたのは信長様ですので。人のせいにしたいところだけど、まさにそうだからなんとも言えないね。葛飾殿と風木ですね。ようやく友人が駆けつけてくれるようになったか。というわけで、釜葉城攻略陣地が整いましたぞ。大垣城落ちそうだから頑張らないと。ここで働いて実力を見せねば。主力はわしら。2000だから2人1殺で OK だね。葛飾殿がいるからもう少し良くなるとは思いますぞ。行くぞ。葛飾殿の防御力が上がらなく。わしが1000、葛飾殿が500ほど落ちない勝利ですぞ。一応負け込んでないね。これは落ちない気がする。組頭、まだまだですな。表情を始めます。やはり失敗ですな。あの兵力じゃ無理だよね。終始です。報告いたします。また釜葉城ですな。今回は攻略したいけど無理だろうね。小谷城の兵が回復していればありそうですが、そこが一番の問題だよね。とにかく今は任務を達成していち早く釜葉城に攻め込むだけですな。物資と兵はあるからね。難儀なのは襲撃ですな。少なくても兵数1600だからね。ですが、気にせず襲撃しますぞ。前回お世話になった堀くんではないですか。ハチスカさん来てるけど、敵にも味方来てるし。行くぞ。武将同士何かと交流があるのですな。かかれ、続きなさい。兵数で分かってるから、あとは武将の質次第だね。それで歯負け確なのですが。武将の質では負け確定だからね。これで決まりだ。正々堂々。葛飾殿の働きに全てがかかっていますぞ。続きなさい。友人に全て丸投げとか。ここは狩り働き完了ですぞ。丹羽さん、大垣城が落ちましたか。まだ持ちこたえていたことに驚きだよ。任務を全て達成しましたぞ。これで第二次釜葉城攻略戦が実行されるわけか。では、仲良くなりつつ攻略戦を待ちますか。何もしないまま攻略した模様。準備していたのに呼ばれない悲しみ。大垣城落ちて滅亡しかけからなんとか立ち直ったから喜ばないと。そう言われればそうですな。ご命令を、先月の終始です。次は神戸山城ですか。また攻めづらいところを。とにかく任務を達成していきますぞ。任務のために出稼ぎですぞ。勝てそうと思ったらかなり強かったね。なさい。続きなさい。阿波屋殿は統率、武力ともに60代ですか。見習ってほしいよな。武力は60代になりますが、武力だけで世の中は渡り歩けないんだよね。なんかよせろい。ステーク節は痛いね。元からステーク節が絡み絡み絡みますね。襲撃任務を地道にこなして、働いたご褒美に侍大将にしてもらいましたぞ。これはお断りかな。清水山城攻略戦かな。まだ任務は全て達成してませんわ。進め、続きなさい。水上戦闘はこんな感じなんだね。長年戦ってきましたが水上戦は初ですぞ。基本決戦あまりやらないからね。続きなさい。攻略とかないのかな。まだ時代的にないでしょ。我が采配で勝たせてもらう。正々堂々勝負しなさい。これで清水山城は攻略できますかね。またお呼ばれしましたぞ。行くぞ。敵兵は600、これは勝ちましたな。これは楽勝だね。続きなさい。一気に選手を目指しますぞ。
父さんがいましたな。城門を破壊しました。城門を破壊しました。まあ、600じゃ守りきるのは無理だろうね。じゃ7名の精鋭が踏みつぶしてやりますぞ。精鋭がどんどん死んでいくけどね。陣中6達成しましたぞ。城門を破壊しました。あとは脆い天守を落とせば。清水山城も攻略して浅井家の城が3つに増えたね。わしにかかればこんなものですぞ。なんか釜破城包囲されてるんだけど。落ちないとは思いますが。釜破城？斎藤家に取られてるじゃん。わしが何かできたわけではないので。次は大垣城だけど。伊勢の長野家が攻略したようで。長島家なら問題なく潰せそう。出陣する。出陣するぞ。出陣する。援軍が来たようですが、慌てて撃破して差し上げましょう。無事大垣城は攻略できた模様。呼ばれなかった。出陣します。我が戦。さすがに今回は呼ばれるかな。出陣しよう。すごいと思わせて結構いたでござる。そこまで強くないからなんとかなるでしょ。ですな、下間殿がいらっしゃる店舗に行って聞きましょう。あれ、清水山城。というか、今この戦いは。続きなさい。行くぞ。大切なタッグから確認しますぞ。我らの攻めに耐えられるか。引け。よし、いいですぞ。清水山が落ちてなくて釜破城がいつの間にか攻略してるし。でも、戦いはタイムと。主力はわし。武田信豊程度ならなんとかなるわけ。無理ですぞ。弱い奴を探す方が大変だからね。続きなさい。下間さんも来てるからなんとかなずはす。常に他力本番だね。味方を使うと言っていただきたい。続きなさい。攻めに耐えられるか。いざ通常に勝負。我らが戦、とくとご覧あれ。続きなさい。大変な地獄だ。神器全てを込める。結構やられたけど勝利。もう少し損害少なくしたいところだったけどね。次があるやもですからな。覚悟。引け。このまま清水山に攻め込む。そんなことはなかったようで。ここで城主の誘いが。と言っても釜破城しかないんだけど。やっぱり一国一城の重みは変わらないのですよ。ご命令を。先月の収支です。ひどいありさまだけどね。ここから頑張る。というわけで、なぜか浅井家で釜破城の城主になったところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。